言ってあげてるんですけど、はい、キッド様ですね。ほんまにほんまにショックや。なんかすごいさ、こうなんかあら星が飛んでいるわ。何、え、何これ何これ何かなって。おにぎり毛糸なんですか、わからない。黄色の何か毛糸みたいなおにぎりのおむすびのような。ありがとうございます。ハート、レインボーの星、だるま、音符、ありがとうございます。ハート、ありがとう。ほんまやね、ほんまに。ちょっとだからあれみたいな、私こう NMB 入ってなんか私って可愛いんだということに気づいて私ってちょっと NMB に入って可愛いんだということに気づいて、あら、ケイトなんです。ケイト、ケイ、ケイト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 だったらケイトさんになりますからねケイ、ケイト、ケイト、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。これは英単語たちですね。見ます、めっちゃ汚い。 It is clear、 明らかです。 Caused by、 引き起こされた。 For this reason、 このため。 In a bad way、 悪い意味で。全然覚えてないですね、貼ったけどこれ連語、何で熟語が嫌いなんですよ。 Clear、 Clear、 なんていうの、 Bad way って悪い意味でとかさ、バットは悪いやけどさ、ウェイって方法じゃないですか。バットウェイって悪い意味でになるのが嫌いまあとにかくちょっとみんな可愛くてちょっとびっくり、びっくりちゃん、びっくりちゃんあれみたいな、こんなみんな可愛いんだと思って、ちょっとびっくり、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 みんな可愛い、みんな可愛かった。ほんまにみんな可愛くてちょっとびっくり。なんやで、え、なんかそう、私のでも可愛い子に囲まれたら可愛くなるっていうの私は知ってるから、 NMB 入って可愛い子に囲まれたことによってここまで来たから、可愛い子に囲まれるっていうのはすごく自分がこう可愛くてこう陽キャなのだから、すごいなんか周り結構陽キャ多くて、あ、陽キャばっかだなみたいな、結構陰キャの子少ないなみたいな、陽キャ多くねみたいな思ったから、こう陽キャに中にいたら多分自分も陽キャになれるね陽キャの中にいたら自分も陽キャになれるから、陽気になれる可愛い陽気の中に多分私もいたら可愛い陽気になれるから、可愛い陽気に目指して頑張りますよ勉強をねしてるから、ちょっと賢いから頑張るわ。ちょっとほんまになんか、あ、そう、早口を直す、そう、言葉遣い、高校の目標は儚い女になるやから高校の目標は儚いけなげな女になるって決めてんやんか。だから言葉遣いをちょっと綺麗にします、儚くします、儚い、儚くなります儚い女になりますよ私は。早口マジでもちょっと頑張るよ。滑舌は綺麗にしたいと思ってる。儚い女になるためにこうちょっと言葉遣いを改めて、わはははって笑わないの、うふふふふって笑うの、はかない女やで。でも、元が陰キャでさ、ほんまに根っこの部分が陰キャやねん根っこの部分が陰キャやから、ちょっとそれを適度にね隠せてね。でも陰キャのところはね、オタ友作りたい。コナン君好きな人おらんかな。儚い女になるね、ちょっと史跡なるわドスエーグイ、ドスエーバちゃん、ドスエー9期生公演メンバーかけて、あ、そう、出たい、めっちゃ出たい。でも最近全然ゆうみさんに会えないので、また会えたら、今日か、今日ナンバラでね。え、公演中、もしかしてナウ公演中、ちょっと短めにします。まだ？なうわ、やばいやばい。ちょっと短めにする。ちょっと短めにします。やばいやばい。そう、ショールームをするのが一番だかさ、まあでも今日は休日だったからあれなんですけど。履いてるよ、履いてるよ、履いてるよ。ほら、あれ、スカート、何？これで、この下がスカートになってます。履いてるで。17時から、はい、そうなんや、早いな。
今日はテストじゃない。あ、でもね、ちょっとさ、これからテストあるから。そう、アニメゲーム好きな陽キャになりたい。それそれそれ、語れる、ちゃんと語れる陽キャになるねん。そう、あ、はかない、それじゃない、それじゃない、はかない、そういうことじゃない。はかないは何、なんていうの、キラキラキラみたいな、こういう感じのはかない。なんかさ、アイドル失格をね、こう見てて、一番最初の方、最初の方にさ、ミミカがさ、こうクラスの子よにさ、え、写真撮ってみたいな、あれ、あんなことないよ。え、私だけ、他の子あるんかな、他のメンバーで中高とか学校行ってる子はあるな、あるんだな。私はあのない、ない、ないね。だってバレ、なんか顔違いすぎて、学校の私可愛くなさすぎて。履かない、そういうことか、履かない。なんでそんな下履いてないのとか言われるから、え、どういうことって思ってたら、あ、履かない、履かない、そんな履かない女って、そんなじゃないよ。ちょっとね、もうほんまに綺麗、美しい陽キャになる、美しくなる。だからアニメを語るときはおしとやかに語るねん。昨日はちょっとまだ見てないですね。見るわ、 TVer 見る。TVer で見ますよ。ちょっと頑張って、こうなんか独り言をまずなくす、マスクするんですよ。え、マスクするんかな、え、みんな高校ってマスクする、どうなん、え、みんなマスクするせえへん、高校デビューってことでみんなマスク外す、そして私も外したい、高校デビューやから。高校デビュー、あははは、高校デビューやからマスク外す、外すとしたらなんか口パクで、あの今は中学校でね、はあのマスクしてるから、マスクの中であのパクパク、あ、口パクパク、口パクで一人ごと言ってる。花粉症目なんでね、ちょっとマスクしてもね、私ほんまに目だけやから花粉症、うん、マスクをしてもそんな意味はないんですよ、私的には。そう、あ、確かにマスクした方がはかなさはある、早口、そうだもんな、そうだ、マスクの中で口パクをしてるけど、マスクを取ったら口パクじゃなくてもほんまに心の中に独り言を留めなければならない。あと歌ってはならない、そう、あと歌うのがダメだと、あの学校であのポジションを覚えるのはやめるわ。リハ期間はいいやん、リハ期間にちょっとポジション表見るぐらいやったらまだしも、ポジションをブツブツ言わない、 3,2,5,2,3,5,4,3 とか言わない、はい、独り言言わない。そう、やっぱり普通にインフルとかさ、普通にあるやけど、やっぱりさ、なんかこう中学校の、そう、小学校のアルバムを見返してて、ほんまにみんなマスクでなんか悲しくなって、4年生までは、5年生の途中まではこう普通何もなかったから、みんな元気にさマスクしてる人なんて1人2人しかおらんかったけどさ、6年生と、そう、5年生の1月か2月らへんにコロナがちょうど流行して、6年生の最初なくて、なんも1学期多分5回ぐらいしか学校行ってなくて、で、そう、 6年生の思い出全部マスク、なんかあーってなった。マスクですね、3年間は。そう、すぐ怒らない、ほんまに、ほんまに私怒らんで、全然怒らんで、ええ、ほんまに怒るとか言われて、すぐ怒るって言われて、いやいやいや待ってくれよと、全然見ひなだぞって思った。ほんまにリサヒ対立ですね、これは。私ほんまに怒らんで、ほんまに怒らんで、信じてほしい、全然怒らへん、全然怒らへん、怒るということを知らずに15年間怒ったことない。ほんまに怒らんで、え、嘘やろ、ほんまにびっくりした。私ではないと思った。ブリッコは正直なんかくるやろなって思ったし、なんか自分っぽいなって思ったけど、ほんまに怒るはちょっとほんまに違うよ。ほんまに怒りはせん。ほんまに怒らんて。ああ、そう、頭の中の言葉を一回とどめて喋るってのができへんかもしれへん。ミヒは高校で清楚系を目指す。マジ？ちょっと私はあの、あ、でも履かないやつは似てるなもん。でもちょっと陽キャやから、ほんまに友達作るわ。ほんまに、そう、ちょっと行って、なんか周り知ってそうで、なんか周りちょっと仲良かったん、私一人だけど。でも言うてもまあやっぱり一人の子が多かったから、頑張るわ。ち
履かない用件になるから。浮気したらめっちゃ怒る。おしましはちょっとまだ許すけど、おしましはまだ許すけど、ちょっと浮気は困りますね。なんかえ、でもどっちかというと、でも履かないけどギャルよ。履かないギャル、履かないギャルっておる？可愛くなる。頑張って、ちょっと高校、あとはあの遅刻をしない、寝坊をしない、寝坊をしない。あの今はあの起きて着替えて歯磨きをして、でパン3秒だけちょっと食べ物を食べていくための10分、家を出る10分前にしか起きてないの。でもそれをやめるわ。高校ではこう髪を整えて、前髪を巻いて、こういろいろちょっと制服をちょっと整えて、こうカバンとかちょっと綺麗に、ちゃんとあの犬の毛が大量についてるのコロコロっとしてから制服を着て、カバンを持ってゆっくり、こう豪華じゃない、なんていうの、こうゆっくりとなんか朝のニュース番組とか見ながら、朝ごはんを食べて、ちょっとはかなさを持ちながら学校に行く。家を出る30分前に起きよう、行くよ。でその今は遅刻1分、遅刻30秒前に間に合うように家を出てるんですよ。ほんまに30秒前、教室着いて30秒前に着くように家を出てしまってるから、そうじゃなくて、家をこう、例えばさ、この時間からこの時間までに登校しましょうってあるやん。この時間からこの時間まで、今この時間っていうのを30秒前に着くようにしてるんだけど、この時間っていう、その何、登校時間の一番最初にの5分後ぐらい、5分、早すぎたらちょっとあれやけど、5分後ぐらい、30分間登校時間があったら5分後ぐらいに、5分10分後ぐらいに、つけるように、つけるように家を出る時間を設定して、その30分前に起きる、はい、それが目標ですね。でも、まあ、ほんまに日光坊主、中学校は一番最初めっちゃ早かったね。友達と一緒にいてて、うん、最初の1週間はめっちゃ早くて、そうクラスの中でも結構早い方やってんけど、1週間経って無理になったから、ここ二の舞にならないようにね。そういえばめちゃくちゃ話変わるんですけど、アンジュさんとマコがマラソンを走りました。すごい、走らしちゃった。走りはってすごい。 42.195km どんぐらいですか？いや、マコも何キロあれ？42.195キロの想像がつかへん。どんぐらい？だからさ、時速60キロの車で50分、40分ぐらいでしょ？びっくりするわ、ほんまに。すごい。私はね、ほんまに、もう無理、多分3キロぐらいで終わる。もう多分、ほんまに、持久走って何？あれ、学校の持久走1キロ、2キロで、多分、3キロで、無理やな。7キロ、すごっ。7キロって何？7キロってどんぐらい、どんぐらい、どんぐらい走らない。私はもう3キロでもう終わるよ。3キロで離脱だから、どう頑張ってもどんぐらい歩いていいならいいよ。 7.5、 すごっ。どんぐらい、5時間切るねんで。5時間ずっとこうやって走り続けんねんで、そんな人間ですかみたいな。すごいなぁ、すごいなぁ、ほんまにすごいなぁ。 7.5km、 42.195km って何ですか？すごいなぁ、5時間切る。私はもう走れない。私は3キロで離脱。 7.5km 迷い。すごいなぁ。42.195km とどんぐらい、難波からどんぐらい、劇場から、大阪から東京までは。どんぐらい、どんぐらい、難波から 42.195km とどんぐらい、どんぐらいなんやろ、分からへん。なんか梅田までより絶対遠いよな。京都越えんの、やばやば、えぐ、ど
え、新幹線やん。アンジュさんは新幹線ですか。やば、神戸、京都、やば。大阪から東京は500キロだったってことは500キロでしょ。42.40キロとするとわからんね、10分の1ぐらい。え、京都帰るん、電車やん、新幹線ですやん、すご、素晴らしいですね。やばいな、私はもう1キロぐらいやったら、あのシャトルランはできるよ、まだ。すご、大阪から京都とかさ電車で行くやん、みんな走る人おるんかな。2時間切るとか、え、新幹線やん、マジの。大阪から名古屋に200、じゃあその4分の1ってことやんな。やば。中学校はシャトルランが、シャトルランは早いね、シャトルランはめっちゃできる、80、70、80いける、88、うん、でも88ぐらいだ気がする。 50m タイムはあの平均。めっちゃ正確には覚えてないけど8の後半、8秒後半ぐらいだ気がする。シャトルランはめっちゃできるで、80回88とかやった気がする。 100を超えたら化け物だと私は思ってるので、また化け物にはなれないですね。やば、持久力はある方やけど無理よ。42点はすごい、すごい、ね、5時間ずっとな、走ってたら肩が痛くなる。あの多分今私 音量がついてるから、お皿行きたい、あのこの部屋にね霊がいる。まあ、バスケ部だったので、ね、ちょっとそれも多分ある。すごい、実質2キロ走る、やばい、ロックすごい、ロックやばい。ほんまにおんね、この部屋、ほんまに家があるじゃないですか、私の部屋、この部屋の隣廊下やねんけど、廊下は普通にまあ、この時期寒いやん、寒いなと思ってこの部屋入ったらマジで極寒、めっちゃ寒いよ、ほんまに霊が多分います。ではでは、そろそろランキングを回せていただきます。霊おる、霊おるとしか思えへんぐらいここ寒い。たくさんギフトありがとうございます。ハート、ケイト、ケイト、ハート、ケイト。何ですか、ペンギン、あ、飛行機だ、あ、私が新幹線って言ったからハート、毛糸、ペンライト、星、ハート、小判、花束、毛糸、ハート、レインボーの星、だるま、飛行機、だるま、花束、ハート、毛糸、ハート、ハート、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、そうね、28のあれがね出たらしい、28の当落、皆さん待ってます。ではね、ランキングを回せていただきます。13位の方、ゴーシさん、ありがとうございます。12位の方、ミノルさん、ありがとうございます。よいしょ、どこでしょ。11位の方さん、ありがとうございます。10位の方、柳さん、ありがとうございます。9位の方、正義さん、ありがとうございます。8位の方、ガチのソリジさん、ありがとうございます。よいしょ。7位の方、神戸の黒さん、ありがとうございます。6位の方、縄手、ありがとうございます。5位の方、あみちゃん、ありがとうございます。4位の方、ハットのおっさん、ありがとうございます。3位の方、シムさん、ありがとうございます。2位の方、 KN さん、ありがとうございます。そして第1位、よいしょ、ジンくん、ありがとう。28日を待ってます、待ってます。28日はそうですね、ちょっとここデビューを意識して、ここデビューをね意識していきたいなと思います。え、めっちゃ最近髪頑張ってるね、髪、髪、さら髪が秘訣、ここデビューを意識したいなと思います。ありがとうございました、バイバイ。28日待ってます。あ、そう、あと
28じゃない、前日27ぐらいにルームス配信をしたいなと思ってますので、ルームス未登録の方ぜひぜひおいでませおいでませ。そしてルームス、はい、ま、入ってくださってる方は27日の6時か7時ぐらい、6時か7時ぐらいに鈴かもと思ってくださいありがとうございました。バイ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 。いけるか？